皆さん、コアレスモーターの白木です。今日はまた新しいモーターのご説明いたしますが、その前にこちらを見てください。これがもう7年くらい前に作ったホイールインモーターの原型です。で、このモーターを作り、その次にこれが自動三輪車用にこのようなホイールインモーターも作りました。でも自動車をやるのはとても大変なことです。お金もかかります。それでまずこちらから始めていこうというふうに考えました。これもホイールインモーターです。これ車椅子用のホイールインモーターを考えています。このままスポークがつくと非常に軽くって小さなホイールインモーターということになります。実はこの中にモーターも入り、ギアも入り、出力は十分でございます。そして折りたたみ式車椅子を作りたいなと思っております。非常に軽くって薄くって小さい、そして効率のいい、そんな車椅子用のモーターを考えております。ぜひ協力していただける方はよろしくお願いいたします。